長野県議会。長野県議会は、長野県に設置されている、地方議会である。2018年、平成30年9月26日現在。2018年、平成30年3月16日現在。2018年、平成30年8月9日現在。これにより11時、6市郡、1市町、1市町村、7郡区に再編された。 1948年4月1日に開かれた本、会議において、即に現在の長野県を文献し選挙区第1区、第2区をもって、北新県、歌唱を設定し、第3区第4区をもって、南新県、歌唱を設定するの現に関する意見書を上定された。当時、文献に賛成である南新側と反対である北新側の議員は30人ずつであり、議長は、 北新出身であった。このため、賛成と反対の比率は30対29となり、議長は採決には加わらないた、意見書可決は可能とされていた。しかし、採決日、当日議長が欠席し、副議長、南新出身が議長席に就くこととなった。この場合、賛成と反対の比率は29対29となるが、可否同数の場合は、議長、 副議長が決めることとなるため、意見書は成立すると考えられた。しかし、無記名投票の結果、賛成29、反対26、白票3となり、可否同数とはならなかった。投票結果は、賛成票の方が多数であったが、議会の採決は、過半数の原則に基づいているため、可否どちらも過半数である30票に達しなかったことから、 過いずず、れもともと決定できず審議未了に終わった。これは、種明かしすれば、当たり前という意味で、後に、コロンブス作戦と呼ばれた。なお、この時に傍聴席から、シナノの国の大合唱が起こり、それが起源となって、文献論は収まったと言われることがあるが、実際には前期の通り意見書の採決は、行われている。さらに当時についての記録では、当日は、 傍聴席も興奮した空気に包まれ、3時40分、本会議開始の二輪が鳴ると、突如、シナノの国の合唱が起こり、再三にわたる議長の制止でようやくやむなど、終日、議事堂は混乱に包まれたとなっており、シュプレヒコールによる妨害活動であったというのが、真相のようである。二千二年七月五日、長野県議会は、田中康夫長野県知事、当時に対し、 就任以来、長野モデルの発信と称して、県民の生命や財産を守ることよりも、自己の理念の実現を優先させ、市町村長や県議会との合意形成を軽んじる。一方、理念を同じくする一部の意見のみを重んじ、独善的で季節とも言える、政治手法により、県政の停滞と混乱を招き、多くの県民の期待を裏切る結果となったとして、 県政史上初めて知事への不信任決議案を可決した賛成44反対後欠席11これに対して田中知事は議会解散を行わず10日後の7月16日午前0時をもって失職した議会の不信任決議に伴って都道府県知事が失職するのは全国初であった知事失職に伴う長野県知事選挙は 同年9月1日に行われ、田中康夫氏が再選された。平成の大合併に伴う基礎軍山口村と岐阜県中津川市との古試験合併をめぐり、田中康夫知事、当時は当初、山口村の住民の意持を尊重するとしていたが、姿勢を転換し、長野県全体の問題、県民の意向を把握する必要があるとして、平成16年9月定例会への 関連議案提出を見送った。さらに、田中知事はこの定例会において、長野県が解けていくとして、腰県合併反対を表明した。次回の平成16年12月定例会においても、田中知事は関連議案を提出せず、このため2005年2月13日とされていた、合併期日に間に合わない可能性が高まった。このような事態を受け、関連議案の議員提案は、 可能との総務省見解を得た長野県議会は、定例会の会期を延長した上で、関連議案として、県の境界にわたる市村の配置文号について、県の境にわたる市村の配置文号に伴う、財産処分に関する協議についてを、議員提案した。議案は2004年12月22日、賛成多数で可決された。 議案可決後も、田中知事は態度を明確にしなかったが、年明け1月4日の記者会見において、県議会の議決を厳粛に受け止めると述べ、明日5日午前に、腰券合併に関する申請書を総務省に即達で有した。品の毎日新聞は、2008年6月から、長野県議会の政務調査費問題を取り上げた。内容としては、 下稲イ軍選出の議員が2007年度の収支報告書にヘアブラシの購入代金504円を茶菓子代としてのした県政報告会での茶菓子代1050円として報告したもののうち320円分は開催日翌日付の領収書であった。さらに2006年度の収支報告書では市出し弁当屋に支出した1万円を茶菓子代として記載したといったものであった。 この記事を受け、議員は誤りであったとして、収支報告書を訂正した。しかし、品の毎日新聞は、追求をやめず、品し弁当屋に支出した一万円については、領収書の正し書きにあった、味おにぎり百ケ分の記述が消されていた、また、宛先が、党だったものが、党県議団と過失されていたことについて、改ざんであると報道した。その結果、 議員はこの記事が出た当日に生き恥をさらすことはできませんという遺書を残して自殺した。結果として長野県議会は1万824円の問題で一人の県議会議員を失うこととなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。